はいメダカ族ですいつもご視聴誠にありがとうございます今日は謝罪動画ということで急遽配信いたしましたはい結論から言いますと4本の動画を削除いたしておりますその4本の動画同じ店舗さんなんですけど店舗紹介のメダカ専門店の紹介ということで配信して いましたが、多方面からの苦情が寄せられていたので、これはもう削除するしかないというふうに結論が出た次第です。で、昨日削除いたしました。はい。私の動画を見てその店舗に行かれてで被害に遭われるというかこう嫌な気分に遭われた方に対しての。 本当に、何て言うか、心苦しい限りです。誠に申し訳ございませんでした。はい。では、これからも、俺たちメダ家族をよろしくお願いいたします。失礼いたします。